アンディ・ギブはイギリスの歌手。1970年代後半から1980年代初めにかけて世界的にアイドル的な人気を博した。BEGs の3人の弟、本名アンドリュー・ロイ・ギブは父・ヒュー・ギブと母・バーブラの下で生まれ、その6ヶ月後に家族と共にオーストラリアのブリス・ベン北にあるクリブ島に引っ越した。彼は末っ子で、 一人の姉と三人の兄がいた。上の兄弟たちとは、年が離れているため家族たちから出来愛されて育った。アンディが8歳の時である1967年1月、家族と共にイングランドへ帰国した頃、ビー・ジーズは世界的な名声を得た。兄たちの成功は、少年期のアンディの生活をも変え、学校へロールスロイスで学校に送迎されるような生活に変わった。 そのことが他の生徒の妬みを買い、学校でのアンディの生活を困難にし、13歳で学校に行くのを止めることとなった。アンディは10代の頃、最初はスペインのイビサ島で、その後、シ島で旅行者が集まり、地元のミュージシャンのジョン・オルダーソンとジョン・ストリンガーとメロディフェアというバンドを結成した。このグループのマネジメントは彼の母、バーブラが行い、 満島のホテル内で定期的にライブをしていた。彼の最初のレコーディングは、アニモーリスが作曲、演奏、プロデュースした、My Father Was a l e という曲だったが、発売されなかった。BEGs の成功の要因の一つは、オーストラリア時代のトレーニングだったと考えていたアニバリーに強く勧められたため、アンディは1974年オーストラリアへ帰国した。 オーストラリアでは彼は一人ではなく、姉レスリーが残って、夫と住んでいた。オルダーソンとストリンガーも、アンディを追って、オーストラリアへ向かった。コルジョイがプロデュースのもと、アンディとオルダーソン、ストリンガーは何、曲かレコーディングをした。グループ活動は散発的だったが、アンディはトレーニング目的だったこともあって、兄たちの経済的な援助を受けていた。しかし、 オルダーソンとストリンガーはそうもいかないため、イギリスへ帰国した。アンディのデビューシングルは、ワーズミュージックというバラードで、コルジョイのプロデュースだった。このシングルは、1976年、シドニーミュージックチャートにて、トップ20にランクインした。その後、トレバー・ノートンらのバンド全体にアンディは加入し、スウィートやベーシティ・ローラーズのオーストラリアツアーにおけるサポートアクトを務めた。 ダリル・サマーズがホストを務めるテレビ番組で演奏した Cant Stop Dancing をシングルでリリースする予定があったがリリースされなかった。1976年初め BEGs のマネージャーであるロバート・スティグートがアンディを自分のレーベルと契約した。アンディはマイアミビーチへ移り兄バリーや共同プロデューサーのアルビー・ガルテンカール・リチャードソンと音楽活動を開始した。 オーストラリアを経つ前に、アンディは、ガールフレンドと結婚した。夫婦の間には1978年に一人の娘が誕生したが、娘が誕生前に、夫婦はすでに、アンディのコカイン中毒が原因で別居していて、その後離婚した。1976年後半、アンディは、マイアミにある有名なクライテリアスタジオで、アニ・バリーと共にデビューアルバムの制作に取り掛かった。 オーストラリアを出国してからの最初のリリースはシングル恋のときめきでこの曲はバリーによって書かれたバリーはバックボーカルとしても参加しているこのシングルはアメリカとオーストラリアでナンバー1ヒットとなり結局この曲はその年で最も演奏された曲となったイギリスではトップ40にランクインした程度の小ヒットとなったアルバムに収録された10曲のうち 発曲はアンディによって書かれた曲だった。そのほとんどは彼がオーストラリアにいる間に書いた曲で、その発曲の中に、ワーズミュージックの再録音が含まれていた。1977年9月にデビューアルバム、フローイング・リバーズは、もう一つのナンバー1ヒット、愛の面影が収録され、ミリオンセラーとなった。BEGs が制作したサウンドトラック、 サタデーナイトフィーバーからの曲が次々と連続でナンバー1ヒットとなる中、その間には離婚だ形で愛の面影がナンバー1ヒットとなった。1978年4月にバリー・ギブ、アルビー・ガルテン、カール・リチャードソンと制作をしたセカンドアルバム、シャドー・ダンシングを発表した。このアルバムのタイトルトラックはシングルとして発売されるとアメリカで7週連続1位となり、 プラチナレコードを記録、恋のナイトフィーバーを抑え、この年のビルボード年間ランキング1位を獲得した。ビルボードホット100で3曲連続でナンバー1ヒットを記録したアンディは、初めてのソロシンガーである。このアルバムには他に、トップ10ヒットが2曲、愛を捨てないで、が収録され、このアルバムもミリオンセラーとなった。1979年、アンディは オリビア・ニュートン・ジョンとユニセフコンサートでレスト・ユア・ラブ・オン・ミーを演奏し、その模様は世界中で放送された。彼の最後のアルバムとなるアフター・ダークをレコーディングするため彼はスタジオへ戻った。1980年3月、アンディにとって最後のトップ10シングルとなるディザイアーはアルバムのリリースより前にチャートインした。ディザイアーは もと元ー BG's の1979年のアルバムスピリッツ・ハビング・フローンのために書かれた曲でアンディはゲストボーカルとして参加していた。次のシングル I Can't Help It はオリビア・ニュートン・ジョンとのデュエットでトップ20ヒットとなった。年末にリリースされたアンディ・ギブ・エス・グレイテスト・ヒッツは2曲の新曲が収録されアースレコードとの契約の最後としてリリースされた。 タイムイズタイム、ミーはシングルとしても発表された。この時期においてはアンディは、キブ兄弟の中で、容姿、スター性、音楽的才能、すべてが秀でているとして、将来を高く職望されていた。アメリカ人女優ビクトリア・プリンシパルとの恋人関係もあり、アンディは、レコーディング以外の活動を始めた。それは、アンドルー・ロイド・ウェバーのミュージカル、 ヨゼフザ・アメイジング・テクニカラードリームコートの出演や、ギルバートサリバンの喜劇、ザ・パイレーツ・オブ・ペンザンスの出演、テレビ番組、ソリッド・ゴールドへ、司会者としての出演などである。1981年夏に、エヴァリー・ブラザースのカバー、オール、アイハブ・トゥ・ドゥ・イズ・ドリームをプリンシパルと共演する頃、彼女との恋愛も終わってしまった。破曲の原因はやはり、 アンディのコカイン中毒にあった。この曲がアンディ最後の公式シングルであり、アメリカのチャートに記録された最後の曲だった。最高位は51位だった。兄のロビンはこの破局がアンディに与えた打撃は大きく、亡くなるまで重いうつ病に苦しんでいたと明かしている。また、アンディ自身もこの破局の後コカインを1日2000ドル分使うようになったと語っていた。また、 アースレコードの消滅も大きな痛手となった。1983年、長期血席とコカイン中毒のため、ドリームコートやソリッドゴールドから外されてしまった。ドリームコートのプロデューサーであるゼブ・ブーフマンは、1983年にアンディについて語った。アンディは劇場にいたとき、彼は喜んでいた。でも、彼は十分にはそこにいなかった。加えて、 出演する5人の俳優のうち、アンディが最高の俳優だった。アンディの死後、再度語っている。彼は、週末になると来なくなった。火曜日に戻ってきた時には、落ち込んだように見えた。彼は何か間違った時は、子犬のようにとても恥ずかしがる。彼のすべては心臓だったので、やり遂げるために必要な筋肉がなかった。ドリームコートの無名共演者は語った。 彼はホテルの部屋のテレビの前で時間を過ごしていると聞いている。彼は不安に怯えていたのだと思う。それは b g ーーズの末程だったから。アンディの死後、ソリッドゴールドのプロデューサーであるブラッド・ラックマンも似たようなことを言っている。アンディはとてもチャーミングで傷つきやすくてカリスマ的だった。彼は性格は良くて気難しいタイプではなかった。でも彼は自分で 対処できないい悩みを抱えていた彼は自分を愛してくれる人を誰でも欲しがっていた。彼にはそれだけの理由はあったのだが、それを彼自身は信じることができなかった。彼の家族は彼に対して薬物中毒の治療を行うよう説得をした。1985年にベティフォードクリニックで入院した後、アンディは小さなステージでヒット曲やカバーを演奏した。 彼は、ギミー、エイブレイクや、パンキー・ブリュースターなどいくつかのテレビ番組でゲスト出演をした。東アジアツアーをした後、ラスベガスやタホコで定期的に演奏した。1984年、南米最大の音楽祭であり、テレビイベントでもあるチリのビニア・デルマール音楽祭では、彼はヘッドライナーで、出演はニアに続いた。1986年3月の、 サンフランシスコフェアモントホテルでは2週間賞を行った。しかしこれらの出演料は大量のコカインへの支出や浪費を補うものではなく、1987年11月に最終的に破産した。破産後は兄たちや両親の経済的、精神的な庇護のもと、本格的な復帰を目指すこととなった。アンディは兄、バリー、モーリスと一緒に、 職場復帰し、エンジニアのスコット・ムラッセルとデモテープをレコーディング、イギリスのアイランドレコードと10年の契約を結んだ。アンディの本格的復活を、キブケだけではなく、音楽業界も望んでいた。デモのうちの一つ、マン・オン・ファイアーは、アンディ主語にポリドールレコードより、リリースされたアルバムに収録される形で発表された。他のデモ、アロースルー・ザ・ハートは、 BGs ー,ーズの50周年記念アルバム、BGs ー,ーズミソロジーに収録された。ホレストローンメモリアルパークにある母ヒカレが30歳で、ある1988年3月、新しいアルバムの制作作業に入った頃、胸の痛みを訴えて、ジョンラドクリフ病院に入院した。そして1988年3月10日、ウイルス感染による、心筋炎でわずか30歳で成去した。 彼が亡くなる直前、かねてから2位ち、特にバリーが1970年代以来強く望んでいた BGs への彼が加入が決まっていたが、それは叶えられなかった。BGs は、アルバム、ワンと、楽曲、ウィッシュユーワーヒアをアンディに捧げた。意外は、ロサンゼルスのフォレストローンメモリアルパークに埋葬された。奇武器の人々の悲しみは深く、とりわけ彼の父ヒューは、アンディの死後、 生きる望みを完全に失ってしまった。彼は4年後に亡くなり、同じところに埋葬された。FM ファン編集部、ミュージックデータブック1955年から95年ビルボード年間チャート完全収録、共同通信社、1996年、ISBN 978から4から 764103672E、ニューイデア、 1989年11月25日号、ロビン・ギブ、アンディ・ワツ・スケアード・オブ・アス、P22、ABCDE ・レヴィン、エリック、デス・オブ、A ゴールデン・チャイルド、ピープル29、http コロン、スラッシュスラッシュ、www.people.com、スラッシュ、ピープルスラッシュ、アーカイブスラッシュアーティクル。ABC、ディリーベト、ジョイア、a イオールフロム、ブロードウェイ・ワン・ストゥー・オーフン。 アンディギブイズオーダードツーターンインヒズドリムコートピープル19 http コロンスラッシュスラッシュ www.people.com スラッシュピープルスラッシュアーカイブスラッシュアーティクルスラッシュレイ20084163レイ、html 2010年1月27日閲覧ロックボサンキ第1回ロサンゼルス編レミー ロニー・ジェームズ・ディオ、キャリー・フィッシャータ。ヤフー、山崎智之。2020年11月8日閲覧。ロビン・ギブ、メンバー・オブ・ビージーズ。DS アット 62ABC。2012年4月17日。ABC、アンディ・ギブ・アワーズ。ALLMUSIC.com。2012年6月29日閲覧。AB、アンディ・ギブ・ユーケ・チャートヒストリー。 chartarchive.org2012 年7月2日閲覧。abc, riaa gold and platinum2010 年4月7日、andygive certified albums.recordingindustry association of america2010 年4月7日、閲覧。ab, canadian recordingindustry association, search results. カナディアンレコーディングインダストリーアソシエーション、2010年4月7日、閲覧。BPI サーチリザルツ、ブリティッシュフォーナグラフックインダストリー、2010年4月7日、閲覧。ABCDE、RIAA ゴールドプラチナム2010年4月7日、アンディギブサーティファイドシングルス、レコーディングインダストリーアソシエーションオブアメリカ、2010年4月7日、閲覧。 ありがとうございます。